伊豆半島から奄美大島付近の海岸部に群生し、真夏に黄色い花を咲かせるハマボウ。ハイビスカスの仲間であり、花の美しさから園芸品種としても人気の高い植物である。ハマボウの生息域は、満潮時に海水がわずかにかぶる程度の湿地帯の陸塩部が典型的であり、その付近の植生がマングローブ帯と似通っているため、反マングローブ植物と呼ばれることもある。しかし、典型的なマングローブ植物であるオヒルギやメヒルギほど塩分には強くなく、比較的小さな川の河口部に好んで群生する。その独特な生息域は開発により減少しており、地域によっては絶滅危惧種にも指定されるほど、野生の株はその数を減らしている。ハマボウは毎年新しい枝を伸ばし、その先端に4つのつぼみを作る。花は7月から8月にかけて順に咲き、朝に開いて夕方には閉じてしまう一日花である。このわずかなタイミングで受粉を行った後、花弁の付け根にある子房を育成し種を作る。一つの枝についた4つのつぼみは数週間の時間差を経て開花するため、一つの枝につぼみと咲き終わった種子が混在し、詳しく観察しないとその差は分かりにくい。付け根から伸びる萼が発達している方が種子であり、この萼を伸ばすことで蛾の仲間が寄生することを妨げるのだと考えられるが、一度に開花せず数週間の時間差を設ける理由や、その開花の順序をどのようにして定めているのか、詳しいことはまだ分かっていない。いずれにしても開花時期は著しく異なるものの、9月の初旬から熟成した実が現れ始め、その実が海に落ちて海流に運ばれることで分布域を広げていると考えられている。一説によると、ハマボウの萼は害虫の侵入を拒むだけでなく、その付け根に一種の風圧センサが備わっており、台風のような強風が吹くと実を切り離し海流に委ねると考えられている。強い風が吹けば種が飛ばされるのは当たり前と思うかもしれないが、9月から10月にかけて接近する台風を待つために開花の順序もずらしているとすれば、そのメカニズムの巧妙さに感心せざるを得ないだろう。実はハマボウは群生地により遺伝子の違いが顕著であり、花の大きさや開花期間の差は北に行くほど小さくなる傾向がある。台風による種子拡散は南の地域ほど有効なのは当然であり、それさえも遺伝子レベルで制御しているとすれば、風圧センサはハマボウが種を保存するために勝ち得た根源的な力とも言えるだろう。人間にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先にいつも堀場製作所。